この動画は以下の要素があります。それでもよろしければゆっくりしていってね。皆さんこんにちは、ゆっくりです。今回はポケモンコロシアムを実況していきます。初投稿で不慣れなところはありますが、よろしくお願いします。早速始めていきましょう。私はポケモンシリーズを、ブラックホワイトまでやっているのですが、名前はこの名前で統一しています。まです。よろしくお願いします。意味は特にないです。オーレ地方を冒険の舞台としたポケモンコロシアム。謎の組織によって、心を閉ざされ戦闘マシーンと化したポケモンダークポケモンを、スナッチし、リライブという手段で心を開き、元のポケモンに戻していくことが冒険の目的です。さあ始まりました。初上陸のオーレ地方。一体どんなことが待ち受けて、袋の中で何かがごそごそ動いている。ひえ、誘拐でしょうか。いやー、食った食った一仕事した後の飯は最高にうまかったぜ。えへー、大きな獲物もバッチリ捕まえたしな。これでボスからたんまりとご褒美がいただけるってもんだ。えへー、たまらないよの。捕まえ方が大きいズタ袋に入れるのってなんか怖いね。とりあえず入りましょう。当局の発表によりますと、先日エクロ峡谷で爆発炎上した不審な建物はスナッチ団のアジトだったことが判明いたしました。スナッチ団とはポケモン窃盗団の一味で兼ねてより指名手配中でありました。爆発により発見されたアジトにはすでにスナッチ団の姿はなく廃墟のみが残されていたということです。爆発の原因については現在調査中であり、いずれ判明するものと思われます。ってことはさっきのはスナッチ団だったんですかね。スナッチ団って知ってるか。奴らは人のポケモンを平気で奪う盗人野郎どもだ。何でもスナッチボールとかいうものでバトル中の相手のポケモンをゲットしてしまうらしい。あんたもトレーナーのようだが、せいぜい気をつけた方がいいぞ。てかオープニングで主人公スナッチ団アジト爆破してなかった？スナッチ団から何か盗んでたし。結構悪事を働いているみたいですね。あんたもポケモントレーナーだな。ふっ、俺にはわかるぜ。あんたいい目をしてるしな。きっとあんたのポケモンも優秀なんだろう。いずれ機会があったら対戦してみたいものだぜ。ふっ、まあ俺様にはかなわないだろうけどな。
なんだか西部劇のような感じがします。なんだか新鮮です。おい、待った待った。その声は、俺の名はウィリー、あんたを見ていたらなんだか無性に勝負がしたくなっちまってさ。あんたどう見てもただものじゃなさそうだしな。なあなあ俺と一発勝負しようぜ。望むところです。よしそう来なくっちゃ。さあさあこっちだこっち。かあ、燃えてきた燃えてきた、スロットル全開だぜ。ブオンブオーン、行くぞー。ライダーのウィリーが勝負を仕掛けてきた。ライダーのウィリーはジグザグマとジグザグマを繰り出した。イケブラッキーエイフィ。オーレ地方初めてのバトル。オーレ地方ではバトルは基本的にはダブルバトル、あまり得意ではないですが、ゴリ押しでいきます。とにかく攻撃。相手のジグザグマの体当たり、序盤なのでダメージも全然ないですね。ブラッキーとエイフィの2匹の進化ポケモンを最初から相棒として使えるのはいいですね。これで終わりです。ライダーのウィリーとの勝負に勝った。見事勝利しました。いやーしかしあんた本当に強いぜ。参った参った。そうだ、腕試しにこの西にあるフェナスシティに行ってみたらどうだい。次の街ですか。すぐ行きますか。そこには俺なんかよりずっと強いトレーナーがいるから対戦してみるといいぜ。じゃあ行きますか。あ、さっきの人たち。おい何やってんだ。しっかり持てってばよ。んなこと言ったってこいつが動きやがるから持ちにくいったら怪しねえよ。ほれほれ。いい子だからもう少しの間静かにしてな。もごもがここから出してよう。人さらい。あれポケモンじゃなくて人か。ちっくちに貼ったテープが剥がれたか。やい大声を出すんじゃねえ。しまった、そこの小僧に今のを聞かれちまったか。町の入り口ですし。聞かれちまったからには仕方ない。運が悪かったと諦めるんだな。俺様のごにょにょを倒すとはお前ただものじゃないな。ん？その顔、ひょっとしてスナッチ団の。なんだなんだ、一体何がどうしたんだ？きゃあ、誰か、泥棒よ泥棒。
ややかましい。俺たちは泥棒なんかじゃねえ。人さらいだ人さらい。どっちにしろ悪いやん。バッバカ野郎、余計なこと言ってんじゃねえ。あれで勝ったと思っていい気になるんじゃねえぞ。今度会った時にはお前のポケモンもろともメタメタにしてやるからな。町の入り口で暴れて理不尽にキレられて散々です。やだ、中に人がいるみたい。くっ固く縛ってあるぞ。まったくとんでもないことをする奴らだ。まったくです。早く助けましょう。袋の口が紐で固く縛られている。紐をほどきますか？まは固く締められていた紐を引っ張ってみた。固く締まっていた紐がだんだん緩んできた。まは袋の口を縛っていた紐をほどいた。